大口割引冊子、し小包 U メールは今まで町にあるいろんな郵便局でそれを受け付けてそれをまた集中局に持っていってまたそれを配達するところに持っていったものを私たちが全国に80箇所しかない、えー、受付局に持ち込むことで、えー、割引をしてもらうわけです。 その時五十音順になっている名簿を、荷物を持ち込むと、向こうで仕分けをするわけです。それを配達する局ごとに、住所を並び替えて、印字して、バルグ仕分けといって、紐で縛って割りふをつけて持ち込むと、向こうでえ郵便局の中で仕分けする必要がなくなるわけです。も,もう一つ え横持ち運賃というのがありますからえ地方のものを首都圏に送りたい時は首都圏の会社が直接持ち込むと優位なわけで地方の受付局に持っていくとその横持ち運賃エリア外というものが発生するわけです。それは県をまたがったものもありますが例えば三重県は四日市が受付局です。 そこで尾鷲とか熊野から荷物を持っていくとやはり首都圏のような交通事情ではありませんのでやはり横持ちの時間がかかりますだったら受付局の近くの印刷会社がデータをもらって加工して持っていくもしくは受付局持っていくために各地でできたものを預かって。 一緒に持ち込むことで、えー、数量割引がが効くことがありますですから受付局に近いところ東京だと新東京と多摩の2カ所です大阪は新大阪の1カ所です北海道はそこにあるように6カ所か7カ所ありますし神戸なんかは横に長いですから3カ所あります。この 指定受付局というものを私たちは把握しておりますのでその近くにある会社に荷物を送って一緒に持ち込むかもしくはデータを送ってそこで印刷から加工バルグ仕分けまでやって持ち込むかということがありますので受付窓口に近い会社様はぜひ手を挙げていただいて印刷から受けます。 出来上がったものを一緒に持ち込んでもいいですまあ、そのようなことをしていくのが DM ダイアログ研究所のネットワークです